トークとさせていただきます、えー、時間は40分ぐらい取っております、えー、本作の監督ロジャー・パルバースさんに、えー、私の方から30分程度それからその後会場の皆様から10分程度の質疑応答というふうに予定しておりますそれではパルバースさんどうぞ舞台をお願いいたします <laughs> よろしくお願いいたします すみません、マイクをもう一本もと持ってきていただけますか。はい、じゃこちらにお座りいただけますか。はい、ございます、えー。失礼いたします。私も一緒に座らせていただきまして、えー、まずは、えー、ロジャー・パルワースさんのプロフィールを。 ごごく簡単にご紹介させていただきますとは言いましてもあまりに多彩な方で,です、ね、簡単にいかないんですね手短になるべくしたいとは思うんですけれどもまずお生まれはニューヨークということで UCLA を卒業されてそれからハー,バードのハーバード大学大学院でロシア語それからソビエト近代史を学ばれました。 それからワルシャワ大学パリ大学と留学なさったあベトナム戦争を嫌ってというふうに伺っておりますが1967年に初めて日本にいらっしゃいました。 そしてまず京都産業大学でロシア語やポーランド語を教えられそしてオーストラリアの大学でも今度は日本語や日本文学を教えられたんですね。2013年まで東京工業大学で教授をなさり世界文明センター長を務められました。もう 驚くべき語学の天才でありまして <laughs> えと英語は母語でいらっしゃるんですけれどもロシア語ポーランド語フランス語日本語が、えー、もう自由に使いこなすことができるという方なんです。 で現在はオーストラリアはシドニーにお住まいで世界を飛び回りながら小説戯曲エッセーなどの執筆活動をなさり映画の撮影舞台の演出といったさまざまな知的活動をしていらっしゃいます。もう著作はあまりにたくさんなのでほんの少しだけ紹介させていただきますと「アメリカ人を辞めた私」。 旅する帽子これはラフカディオ・ハンのについての小説ですねそれから「新バイブルストーリー」ですとか英語で読み解く「賢治の世界」宮沢賢治の世界ですね「驚くべき日本語」ですとか英語で読む「石川卓墨」の世界。 えー、という感じでですね、えー、あそれでこのここに持っておりますこの本は「えー、星綱物語」というこの今見ていただいた映画の原作になっております。これは、えー、ロジャーさんご自身が日本語で書かれたものなんですね。はいえー、他の小説は英語で書かれることもあります。はい、で他の翻訳者の方が英語に翻訳なさったりしています。 でパルバースさんが初めて日本にいらした先ほど1967年と申しましたけれどもその時は日本語がほとんどできなかった一切できなかった,かったそうですそうなんですねそれでその後日本語を学ばれ習得される過程で宮沢賢治を発見して雨にも負けず「銀河鉄道の夜」を英語に訳され賞も取っていらっしゃいます。 宮沢賢治のほかに野田秀樹さんですとか井上寿さんとの戯曲をはじめさまざまな作品を英語に翻訳していらっしゃいますそして1983年制作された大島渚監督のご覧になった方多いと思うんですけれども「戦場のメリークリスマス」「戦メリ」とかって申しますよねあの映画の助監督を務められています あのディビッド・ボーイですとかあの坂本龍一さんとか、えー、ビートたけしさんが出ているいらっしゃるあの映画なんですね。でそれ以来、えー、坂本さんとあのお親しくしてらっしゃると、えー、今あの見ていただきました映画の音楽は、えー、主題歌ですね主題曲は、えー、坂本龍一さんが作曲なさったものというふうに、えー、聞いております。はいでえー、その他あのスパイゾルケという <laughs> あの篠田 監督の映画では監督の方ではなくて出演の方をされているんですよね新聞記者の役でしたよね、はい、で、まあ、その他も映画やあの演劇のシナリオを書いたりともう本当にさまざまな分野で活躍なさっていますこれでもあちこちはしょりながら行ってこれぐらいなんですけれどもそれで2008年には宮沢賢治賞 2013年には野間文芸翻訳賞、これは先ほどの宮沢賢治の英訳に対する賞ですね、そしてついに <laughs>、ついにと申しますか、2018年、去年、日本における外国語教育を普及させたということに対して、旭日忠十賞というですね立派な勲章を日本政府から受け取られたんですね。 はい、えー、で、まあこのようにですね、えー、作家、演出家、翻訳家、評論家、教育者と、えー、もう幅広い活躍をされてきたパルバスさんです、えー。映画監督としてはこのスターサンド、えー、が初めての作品というふうにあのー、お伺いしています。ではまずこのあのー、はい、えー、マイクが来てませんね。おかしいですね。マイクもう一本あのししてください。 はいすいません、えー、まずはパルバスさんにあのこの映画についてお話しいただきたいと思います,いますどうもありがとうございます皆さんこんばんは本当に今日はありがとうございました官無量です本当にありがとうございましたいやどうも沼野先生本当にありがとうございますこの紹介なんか聞いて自分なタゲは無ゲだということをこう痛感せざるを得ないですけれども本当にすべて怪我の公明だけなんですから すいませんあのそうですねあの原作のまずなぜこの本を書いたかってちょっと説明させていただきたいんですが、えー、1977年にはですねなんと42年あれからの歳月流れてるわけですけど初めて沖縄に行って1ヶ月ほどある小さな島に滞在いたしました。 どういう島かっていうと八重山諸島の鳩間島という飛ぶ鳩に間と書くんですけどほとんど誰も行ったことのない島なんですけど456名しか住んでない島だったんですけど水,水がないし水はもう入り表から引いてるしそこで初めて星砂っていうのを見てまあ星砂って星も砂も分かるんですけどなんだろうと思って。 まあ、インターネットも当然ない時代ですから分からなかったそしてもう一つ驚いたことはほとんど戦争は来てないという鳩間島にはねそんな島あったっけと思ったぐらいですからだってこう昭和は4月のねあの昭和20年の4月ですからねもうとにかくそれをまああの調べてほしいであの その映画にも出ているんですけど、あの微生物の亡きだということが分かっていましたけれども、その次はまあセンメリの経験があって、また今度はクック諸島というララトンガという島に行って、あの映画を撮ったんです、そこも戦争が来ないですね、今ほぼハワイ南半球のハワイの真下というところにあるので、まあ、太平洋のど真ん中と言っていいぐらいですが。 そこでその戦争の話をやっぱり作るわけですね、の島なさんが。それで鳩間島のことを思い出して、ああ、こういう島があるんだなと。それでしばらくそれをまた忘れて他の作品を書いたりしましたが、2003年にそのアメリカとその同盟国がそのイラク、 攻撃すするわけですね戦争が勃発しましたまたベートナム戦争を思い出してやっぱりアメリカがそのならず者国家であるアメリカがまた同じことしてるんじゃないかと思って僕はもうアメリカの国籍その1976に捨てましたのでアメリカ人じゃないですがあのえー、なんか っておかないてなとダメだとだ思ってもうずっと昔からあの脱走兵を主人公にしたいなと思っていてねそんな小説ないです皆さん本当に脱走兵が出たりする小説はいろいろあるんですが真ん中にその素晴らしい脱走兵がある。 とい,いう小説はなかなかどこの国でも脱走兵が尊敬されている国まずないですから英雄としてみなされている国はロシアも中国も日本もアメリカどこもないどこ行ってないですからでも僕は脱走もしかしたら脱走兵こそ本当の英雄かもしれないとも思ったのでで1人が足りないので2人の脱走兵のフィクションファンタジーを作ったんです全くのもう 話話みたいな話なんですこの星図の物語 <laughs> あの2008年に小説を日本語で書いて、そしてそれを置いて英語で書いたんです。で、まず文学界という雑誌に2012年に発表したんですが、本が出たのはその2、3年後だったんですが、また英語の方は、その来る年、これが出た次の年にあのアメリカからアマゾンという出版 という出版社アマゾンも出版社持っているんですけど、そこから出されたんですね。なんとそれはね、僕がびっくりしたのは、アメリカではちょっとしたベストセラーと,というわけになりましたので、アマゾンにはね、979のレのビューがあります、アメリカでは。イギリスにも100以上ありますし、あの元軍人たちがこうやっぱり、 こんな小説が読みたかったとか言ったりしてやっぱりアメリカを捨ててもんじゃないともたまにたまに思うんですねまあ1年に5秒ぐらい思うんですけどとにかくあのそれがそれでまあ,あのちょうど4年当たり前からあの 知ってるプロデューサーと会ってまあまずそのプロデューサーの一人ちょっと紹介しますけどこんにちは純子さんこんにちはあのプロデューサーあの名前ご覧になったのでどうぞお立ちになってくださいスターサンドのプロデューサーこんにちさん <laughs> と会ってじゃあ一緒に映画作らないかとどんな映画かってこの星図の物語っていうのスターサンドみたいなのを作りたいって言ってあの資金調達してってまあ あのやることになって15日間で撮影したんです、この映画。もう本当にお金がないし、でも、もう、まコちゃんとか、レンジーとか、昔からの友人だから、友情出演という形で、ロジャーだから断るわけにいかないというような雰囲気を作って <laughs>、わざと、それで出ていってくださるあとはっ島 新之助さんだけが沖縄出身ですけどここでまあ,あの三浦さんとかみんな何なんか読んで出たいと言ってくださったのでそれはもう本当に映画が完成して私も劇場で初めて見た時に私はなんてキャスティングの天才なんだなと思いましたけど <laughs> だけどそれだけね上手ですけど。 あのえー、それから寺島しのぶという素晴らしい女優がぎまあ、あのそのあのさんという役をやってくださったので,で坂本さんに取材曲をお願いしたらもやってくださったので全てこの役者が揃ったという感じですがラッキーでした過方ものでししたた初メガフォンでうこんなにいいキャストに恵まれているというのはなかなかないと思うんですが。 それで、あの沖縄国際映画祭とかキャメラ映画祭とか、あっちっち、まあ、日本でも公開しましたが、またこういう素晴らしいあのぬまぬ先生の骨彫りで素晴らしいあの機会を得て皆さんに見せることができまして本当に光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、それであの映画の話なんですけれども、私このあの本をもう三年ぐらい前。 だったと思うんですけれども、あの読んでまあ、何しろ面白かったのは原作の小説とあの映画の違いなんですね。で、あの岩渕日本人の脱走兵ですね。それからボブ二人脱走兵が出てきます。けれども、まあ、互いに言葉が通じませんよね。あのロジャーさんと全然違って、あの2人ともお互いの言葉が話せません。 えー、そうなんですけれども、だんだんこう心を通わせていくというまあ、象徴的な場面があの両方にあの映画にもありますし、もちろん小説にもありますで、それが違うんです。すごくどんな風に違うかって言います。と、えっ、ー、と小説ではですね。あのー。 あ映画見ていたただきました、ね、映画の方ではこうお互いにひげ剃りの白いクリームをこう塗り合いますよねそれで最初は自分のを塗ってるんですけど今度相手のを塗るというここがすごく象徴的だと思うんですけれども、えー、と小説ではどうなっているかといいますとボブの方が自分のことをこう胸にね手をやって自分はカワードだとあの卑怯者だと前に中にも、ね、出てきてましたけどそういうふうに言うんです。 あの軍をね抜け脱走ししててきてしまったからそれで岩渕はそのことがわからないから「僕は」ってこう鼻をねあの刺しまして「僕は河津だ」って言うんですね「河津」ってカエルですよね「僕は河津」って言うんですよそして2人が「と河津」って音が似てるじゃないですか「僕たちは河津」とかって言って2人の卑怯者でもありまあ2匹の カエルでもあるという,です、ね、そういう言葉遊びになっているんですねなので日本語と英語の間の言葉遊びというです、ね、素晴らしい関係になっていてしかもジェスチャーがアメリカ人の人はこうこう、ねまあ、ヨーロッパの人もそうですけれども私って時心臓のあたりをするんですけど日本人はこう鼻のあたりをするというのもちょっと日英のこう、まあ、文化的な、ね、あの違いが出ていて、まあ、大変そこが面白かった でまあ、あの小説の方ではその、まあ、言語芸術ですからやはり言葉というものを介在して、えー、その場面を象徴的にしている、えー、それからその映画はやはり視覚芸術ですからこう目で見てどうかっていうことにね、えー 重きを置いていてらっしゃるとで、まあ、この両方ともそれぞれの分野にふさわしい、まあ、そういう表現方法なのではないかというふうに考えたわけです。 で、えー、まあこの場面についてでもいいですし、それからあるいはまあ原作と小説とあの映画の間にあるまあアダプテーションといいますか本案と、えー、その辺についてちょっとお話を伺えればす、ね、あんまりも詳しくそのことについて喋ると小説買わないから。それが寝、ね、ないです。これが終わったらうちに帰って検索して三冊ずつ買ってください。はい、<laughs> いやあのいろいろ違うんですからまあ。えー 映画という媒体映画という芸術は文学が終わった時点から始まるわけです終わったとこからですほとんど重なり合ってないです描写だから先生おっしゃる言葉の描写美しい文章であろうと醜い文章だろうといろいろあるわけですから言葉もちろん会話っていうのはもちろんああ出てきますけどもう会話あくまでもあの つななぎというのようなもんですねやっぱり。やっぱり映画っていうのは光と音で成り立ってるわけですから本当はあんまりにも言葉を出してしまうと説明的になります皆さん分かりましたかこれがこういうことだから皆さんそうするんであの登場人物そのようにあの動くんですよっていうともう。 啓蒙的でそういう映画もあるんですよ私は嫌いですからだからあの大変その原作者としてあの遠やっぱり遠ざかるわけですからあんまりにも似てればやっぱり成功しないからそれがやっぱり脚本を書くには苦労するわけですすごく11個まで書いて、まあ、ある時は1ヶ月ほどあのマンスリーマンションに 缶詰になって書いたり、カーてカーてアデランスを取ったり、だからあの本当にでもやっぱり完成された脚本がないと映画,あの,映画の,その撮影できないからあのそれがまあ大変なことだからでもまあ違うからこうお楽しみにしてください、は。い 映像がすすごく美しいですよね。すあのどの場面も美しくてあの洞窟の中からこう海の方を見ている場面と、えー、それから海の方から洞窟の中を見ている場面がこう交互に出てきていてそれが非常にこうコントラストになっているのがあの素晴らしかったんですね。で もう1つ質問をさせていただきたいんですけどこれはあの小説にもあの映画にも両方に共通した構造なんですけれどもあの現代の東京とそれから1945年の沖縄という2つのまあ世界といいますか時空があって、まあ、それをつなぐ意図がだん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 こう見,て見えてくるという、えー、そういうちょっとミステリータッチのところがありますよね。でえー、まあ現代のののの場面はは卒論を書く女の子とということなので、あの大学生の皆さんま 神のこととと思思って感情移入がしやすすいいんんじゃないかと思うんですけどこの現在と過去という2つの世界をまあ行ったり来たりする王冠する手法っていうのはまあ別にあの珍しいものではないとは思うのですけれどもあのこれはもしかすると私の勝手な思い込みなんですけれどもバルバスさんの,あのお好きな手法かなと思うんですね。すって言いますのは実はこれはあのさらに新しい、えー、最近書かれた小説で「リーブ というタイトルのあのロジャーさんが英語で書かれた小説なんです。で、これも構造的に現代と過去ということですよね。はい、日記はないです。日記はないんですけれども、はい。なのでこの現代とまあ過去をフラッシュバックで、はい、あの描くということです。人間の記憶というか、まあさっきその洞窟のことをおっしゃったんですけど、あの洞窟自体がその主役だ映画の主役だと思っていますので。 洞窟がないと本当にこの映画成り立ちませんので幸いに伊江島という小さな島であの千人釜っていう島本当に何百人が千人かどうか分からないけど何百人がこ戦時中でそこで隠れていって爆撃あった時に助かったっていうのもセークリッドスポットですねあの沖縄の人にとってはそこで撮影が幸いにできたのはもう奇跡に近いですけど。 それがないと本当にあだからあの洞窟の雰囲気とかをこう生かすのはね信濃の,の技だったんですけどえと手法としてその過去まあ記憶人間の記憶についての映画でもありまあこのリーブもそうですから僕らがある経験してそれそれこうだんだん年を取るに従って何を あの何が頭の中に、を心の中に残っているのかってどうしてあることが忘れられないのかとかどうしてあの人を許さないとかあのやっぱりうん僕の一つのテーマは先生よくご存じですけどロシア文学の畑から出てきましたのでロシア人にとって戦争というのは大きなテーマですからまあ日本人もそうですから私が初めて日本の土を踏んだのは ご紹介の中にありました昭和42年ですから52年前ですからまだ戦争でまた福音兵が白い服を着てもう本当に義足でちっちゃい可愛いワンちゃんに色眼鏡かけてこういったあのアコーディオンをねあの福音兵があのいたわけですけどリアカーをこう引っ張ってるおばあちゃんもいたしそれをこの目で見てるし。 やっぱり戦争が終わって22年しかたってませんし、でソビエトに初めて行ったのは1964年ですから、19年しかたってないので、まだ人間の中にもその19年前っていったら2000年ですから、皆さんにとっても機能みたいなもんでしょう、まあ、特に年配の方。だからやっぱり、あの忘れられないし、やっぱり、でも、かていってね、暴力ないでしょう。 非暴力についての映画だから、ちょっとヒロミがあの初め兄貴を殺すシーンがあるんですけど、それわざと見せない、すべて岩渕の前から撮ってるんですね、岩渕の反応、顔、それが見せたいわけですから。だから、非暴力、戦争と平和っていうテーマじゃなくて、非暴力について。だから、あらゆる非暴力、それは DV であろうと。 幼児虐待であろうと、戦争における暴力であろうと、私はもう許しません、もう絶対にどんな、どんなにこういや軽いものだからしょうがない、いやそれはだめです、だからそれをやっぱり歌いたいですね、この映画で。あの岩渕がひろみに言うんじゃないです、この洞窟の中ではあの人を殺さなかったの、殺してないのは君だけなんだと、ひろみだけなんだと言ってるわけです。 でも彼女は仕方がないから人を殺さなければならなかったわけです。それでまあ罪がついてるわけですから、星綱を永遠に持つ資格を失ってしまったんだ。誰かに渡したいと。それで吉岡里帆ちゃんというものすごく今、売れっ子になった女優なんですけど、この穂坂志帆という役をやってくださったあ。あ 彼女すごくいいと思うんです、ね、あの沖縄なんか日記帳、あのそれ本読んで何が分かったかって、そうですね、沖縄で戦争は大変でしたねって言ってるので、<laughs> まあ、それは大変超えてますねと先生言うわけですから。だから、それ、彼女が星砂の瓶をいただく、もらうときに、これどうすればって言ってるんですね。知らないわけですね、当然知らない。 でその時にヒロミが戦争のもう本当に暴力行けないから平和のために戦ってくださいそれだったらばソビエトのプロパガンダになってしまうわけですから素晴らしいでしょうって可愛い声でマコちゃんが言ってるだからあの答えはしないだから芸術もこれはまあ芸術だと僕言ってないですが映画であろうと本であろうとやっぱり答えは しないでですすすね質問するだけですそれで答えを出すのはその皆さんが星綱を持てたらそれをどう演出するかというのがテーマなんです。だからまあそのいたりきたりをねするわけですけどやはりあの記憶つまり戦争を忘れちゃいけないとか残酷さねあのというもう本当にその体験した人はほとんどね90歳とか。 80歳90歳100歳となっているわけですから少しずつもう,もういなくなっちゃうからだから僕らは物語でそれをねちゃんと皆さんに言っとかないと。 同じことが起こるんじゃないでしょうかねと思っているんです。まあそれ答えになったかどうかわかりませんす。ちょっと取り除むのない答えだったんです、ねいえいえ。チェーフフみたいだなと思いながら聞いていたんですけれども。うね、も結論<の>うこと考えるのは読者で、問題をこう提示するのが作家の役割だっていうふうに言っています。であのタイトルになっている星砂ですけれども、先ほどあの監督からもあのご説明がありましたけれども、まあ海の底に積もっているまあ微生物のまあなきということで。 で今度はこの空にまいてあの、ね、ボブが文字どおりその星に見立てるというあの美しい、ね、場面があ,のありました。 でこれを見てあの私前に見た時なんですけれどもあの、ま、自分がやっているのはロシアの専門なものですからあのロシアの詩人のねあのパステルナークボリース・パステルナークというドクトルジバゴを書いた人なんですけれどもあのこの人詩人でこの人の詩を、ね、思い出したんですね。というのはあのちょうどあのロシア革命の年ですけども1917年に書いた詩の詩集があって。 えー、日本語だと「我が妹人生」っていうタイトルになるんですけども「セストラ・マヤ・シーズンっていうタイトルトイ、はい、あの中にあの広い草原があってロシアですから広いんですよでその草が一つ一つの草が露を含んでいるとでもあの輝いているで空を見ると星が満天の空であると星のね星空であるとそれでその天と空とあの草が。 こう,こうしっていると鏡のようなっていう場面があってすすごく綺麗なんですねでそれをすごく思い出したんですねこれを見ていてでこれはまあ観客一観客の,あの勝手なあの想像にまあ過ぎないんですけれどもあのパルバスさんはあのロシアの詩にもすごくお詳しいといいますかとてもあの好きな詩人が何人も いらっしゃるんですよね。なので、えー、まあこの星砂は、まあ先ほどどこからインスピレーションを受けたのかってお聞きしようかと思ったんですけど、それは本当に見たとおっしゃってたので、<ん>まあちょっとパステルナックは関係ない。パステルナックはね、なるほどね。いやいや、それもすごい素晴らしいですけど、むしろ宮沢賢治の阿流という <laughs> のがあのあると思うんですね。やっぱり賢治にとって天と地は同じですし、やっぱり。 銀河鉄道の夜というのもあるし、ボブ曰くそく僕らみんなあの天の川でつながっているんだと、それがまあ、いわば少々賢治的かもしれないということですね。まあ、星綱って、宮崎賢治、星綱、沖縄まで行ってないです彼あれはもう関西までしか行ってない大阪まで、神戸までしか行ってないから。 でもやっぱり銀河鉄道っていうのは皆さんご存知のようにずっと日本あの岩手の上空からずっと赤道を横切ってカンパネルラが入っていくのは石炭袋ですけど石炭袋って南十字星の隣にある実際あるんです私のシドニーの家のベランダから見えます石炭袋そこにカンパネルラ だから宮崎賢治の魂はもしかしたらタスマニア上空でうろちょろしているかもしれないと僕は思っているのでやっぱりすべてつながっているんですねむしろそっちの方ですけどパストラックもそうかもしれないしそれは日本独特の発想ではないと思います。 あの宮沢賢治の話で言いますとあの宮沢賢治についてはあのロジャーさんはあの先ほどもあのご紹介したとおり翻訳もなさっていてずっと研究もなさっているであのもう1人あのロシアの詩人でセルゲイ・エセーニンという人のことがあのロジャーさんお好きなんですねでちょっと調べてみましたら驚くべきことがあってこの2人はあの生まれた年が1年しか違わないんですね。 それで1896年賢治が生まれてあのエセーニンっていう詩人は95年に生まれてるんです。でエセーニンはあの よく農民作家とか農村作家っていうふうに言われますけれども非常に叙情的なあの農村の風景を描いているあの詩にうたった人なんですけれどもあのまあ革命が起こってちょっといろいろ絶望したり武来館的なところがあってイサドラダンカンとこうなんかセンセーショナルな結婚をしたりした挙句にえ亡くなってしまった自殺してしまった人ですで。 えー、まあこの宮沢賢治とあのエセニーを比較するのはちょっと面白いテーマかなと実は私自身思っていて、ハルとシュラを見てみたんですよ。ああそしたらボルガが出てきて <laughs> びっくり。ボルガ出てきますそうですよ。ロシアが好きだった。そう,うそうですよ、ね、あ,あそうですよ。ロシアはね、賢治にとってもうん。うん あの別世界ってあの世みたいなね海の向こうですけどあれも行ったことないですけどカラフトは行ってますまあ今はロシアのですから <laughs> 当時はロシアじゃないで,でも、SN、s ニ n と、SN、s ニ n はこういうのが大好きであのやってますけど。 やっぱり宮沢賢治はこういうのはしないので、うん、あの宮沢賢治の三道楽は飲むのはサイダーだけ打つのはタイプライターばっかりそして買うのはレコードぐらいですからそれが彼の飲む打つ顔ですからだからエセには飲む打つ顔も3つをやってるからちょっとそこで共通点がないかもしれない <laughs>。 大変ストイックな <laughs> ストイックってよく言えばストイックですけど肉 <laughs> も21歳と誕生日からあのたたた食べないですからねあのケンジの方ベジタリアンだしそうですね珍しいあれですからとにかくケンジのまあ本当にまあ影響ほどというかもう僕は箱をつけ,つけたいぐらいですけどでもそれは あの検事をもう50年以上研究したり読んだりしているのでもしこれ、こプチの、ね、影響があればすごく嬉しいですけど。はい、ということで、とりとめもないなんか質問をしてまいりましたけれども、ではそろそろあの会場の皆様からあの何か、ね、ご質問いただけると<ひ>、はい、嬉しいなと思うのですけれどもあの、ご質問ある方は挙手をお願いできますでしょうか。 洞窟の,あの最後の方のシーンで、えーまあえー、主人公の、まあ、俳優名でいうと満島新之助がお兄さんから刺されるシーンで、えー、天皇陛下万歳という言葉が聞こえたんですけどあれは満島新之助が言ってるのかそれともお兄さん。が言ってる満島さんが言ってるのはあの高安が言ってること。 その時一つだけですね兄貴は人殺しだと言ってるでやっぱり兄,を弟兄が弟を殺す時に天皇陛下万歳というなぜその瞬間にってもらおうかと思ったかというとどれぐらい当時の日本人が洗脳されていってるかというであの前半の方に満島があの広め ちょっと喋るんじゃないですか。声が絶えずに聞こえるんだ。国より大事なものはない。妻よりも子供よりも国が大事だというのが、まあ日本の戦前、あるドイツのあるいはアメリカのロシアの人の今の考え方なんですね。そこまで行っちゃうと、人を簡単に自分のファミリーでも、ファミリー、家族なんか関係ないんだっていうんですね、入っていくとき。 それがおそらく高安も同じだったと思う。まあ、本に目を落としていただくと分かりになるんですけど、高安はビルマンもフィリピンに行ってたくさんの人を殺してるわけですから、それで限界まで来てもう,もう殺せない。もうだからじっと半分成仏してるんですねもう。もう人間じゃないですね、高安。だからもうカーッと我慢するんだと。そうしないと。 この声はいつまでも聞こえ聞こえ窒息するって彼は言ってるわけですかはいはいえっと一応内容はか理解したつもりなんですけどちょっとまあピンとこないというか2つちょっと思いがあって一つはですねあ<っ>えまあ三島の之助がお兄さんに刺されるというのは多分覚悟していたんではないかと、えー、その刺される瞬間無言で何か 言わないいのののかとととうのをちょっっ一つ思ったのともう一つはですねえっと私は1951年生まれて日本でだけ教育を受けてるんですけども天皇陛下万歳っていうのはその死ぬ時戦争で死ぬ時に天皇陛下万歳っていうように教育されたとでも実際はほとんどの日本人の兵士が亡くなっていくきはお母さんって。 っっってて言死んでったというまあともかくえ天皇陛下万歳という言葉は死ぬ殺すそのうんそれはわ分かるんですけどね狂信的な天皇え崇拝主義者であればその自分の行為を正当化するためにえ天皇陛下万歳という言葉を使うのかもしれないけども実際のところはその天皇陛下万歳という言葉は戦争で殺されるいう 死ぬ時に最後に発生、はい。最後に言うわけですね。天皇のために死ぬ。そこはちょっとピンとこない,い,い。彼は自殺のつもりで言ってるんです。彼は自分も殺されると覚悟してると思うんですね。あ、お兄さんがです。私はそのように解釈してる。うん、でもそれはおっしゃる通りですね。なんか、はい、正直にとこセリフとしてそのそうですかお兄さんは まあ仮にそのおっしゃることがわかります。それはなぜ三島信之助は無言でなのかっていうのがちょっと、はいまあそれ一つの謎として残し <laughs> はいどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はいありがとうございました。他にいらっしゃいますか。はいもう少しあの時間ございますけれどもはあはいあお願いします。 アメリカの脱走兵のボブさんの,あの表現といいますかあの人物描写がものすごく印象的に感じました最初に現れた時にあの片手で銃を持って自殺を図っているくらい非常に思い詰めた人だったという,ふうにあの印象を受けたんですけど気が付いたら割とあっけらかんとしているというかものすごくユーモラスであの全く日本人への差別的な意識 っていうのもなかなかないように見受けられましたしすごく理解ある人っていうふうな描写があったんですけど何ていうかその切り替えがものすごく本当に明らかっていうかあの予想を超えるようなそういう重さのない描写だったのはどういう意図があるのかなというふうに気になりましたありがとうございますまあボブという人物はあのクリストイエ,イエスクリストのような本当に純粋で罪の意思 罪のない人ですねあのボブがあの広めに言ったんじゃないですかこれセリフとしてないですけど彼女が後で彼がそう言ったってあるんですけどあの人に害与えないでずっと一生、ね、あの人生を過ごすことができれば幸せだとまあ宮沢賢治的な発想でもあると思うんですがまあボブを出していいアメリカ人 ね、というエグザンプルを、ね、作りたかったんですけどで一周の三角関係じゃないですかボブが入ってくると岩渕もヒロミも惚れてしまうんですボブに最初から最初,最初の瞬間からあんなに美しい女の子がいるのに普通の三角関係はそのようじゃない、ね、彼女を真ん中にする三角関係ですけど敵 敵敵国の人をを愛するとちょっと戦場のメリークリスマスにあるような出てくるようなあのテーマなんですけどあのだからおとぎ話かもしれないとおとぎ話が非現実を現実としてみんの 観客に見せることができれば、そ,それが逆に芸術だとか私考えている。最初から違うだろう。こんなことあるはずありないじゃないか、2人の。彼女がこう、でシェービングシーンがあって。だん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 吸い込まれちゃえばですね。あ、バですよ。あ、あお、へえ、これもあったんだな、とあの不思議なことにアマゾンのレビューを読むと。 半分の人たちぐらいはノンフィクションだと思ってるんです、本。本当にフィクションだと思ってないみたいです。で、100%作り話ですけど、だから、本当にね、だからそれが嬉しいですね、そのない混ぜっていうか、それができれば、一番、まあ、この「リー a という小説でも同じことしようとしてるんですけど。

あの国家とやっぱり個人と違うわけだから映画を見ててああるなこういうのってっていうのは感じましたさっきの質問であの前に座ってらっしゃる方が岩渕はその弟はなぜ何,何も言わなかったんだろうとかって言ってましたけど私は分かるような気がします自分もあの立場だったらえも物何も言わずにまあ お兄さんにされるものをそのまま受け入れる自分のそのあの時の状況としてはもう受け入れる覚悟なんか気持ちは分かるような気がしましたでもう個人とやっぱ国家とまた違うでも国家にああでこうで言っても仕方がないからもうね最後はもう個人としてあの飲むしかないんだろうななんて思ったんですけれどもなんかすごく 考えさせられる部分があります。でもうまく説明できないんですよ。どこからそれが素晴らしいどこから説明できない考えて考えてほ<う>えてしい、ね。どこからこう来てるのか分かんないけど、でもなんか深いところですごく考え考える。でもそれをうまく言えない言葉に。でもなんかじわってきて、なんだろう。嬉しいです本当にあり。感じました本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。はい どうしあのもう、えーっと、そうですねあの、日本の反戦文学、反戦映画ってすごくいいのがたくさんありますけど、私は買いになりたいとか、人間の条件とか、まあ、作家で,岡で大ォー平ー平ョウ武田泰いるわけですから。 またビルマの建ごとという映画のびとかあったんですもう日本人が50 1950年代60年代まで大島マナさんの映画もあるからねもうなどんなことがあっても二度と戦争しないもう天皇陛下だろうと大統領とってそバカだとそんなことしないよだったんですけどそれその日本と出会ってすごく逆に私インスピレーションを受けたんですけどでもこの頃はどうも 日本もアメリカも中国もまた完全に忘れてるんですね。戦争っていう言葉、ヘイトランプであろうと誰するんです、口にするんですね。ああ、じゃあ戦争になるそ。戦争っていう単語を言っちゃいけない、もう冒涜に近い単語です、僕にとっては。そんなことするんですか、本当に。何のために。あのみんな負けましたよ、第二次世界大戦。ね勝った国はありません。 そうです。ごめんなさい。興奮しました。もうお一方、あの手を挙げていらっしゃった方があの、はい、後ろの方にいらっしゃったと思うんですけど、ど黒い,いバスがなくなっちゃうから皆さん<ー>帰れなくなっちゃうから。ああ、そうなんです。あのね、はい、40分に終わりましょうかという。今日はありがとうございました。あのちょっと今の方とちょちょっと近いかもしれないんですけど、あのー。 ロジャーさんがもともとアメリカで生まれて国籍を捨てたっていうことをおっしゃってたんですけどその私自身もちょっとはっきりこうとは言えない部分でその国って何なのかなっていうことをすごくあのロジャーさんにとってその国っていうのがどういうものなのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います私の国は日本です <laughs> <laughs> いや本当にそうなんだ、まあ皆さん、私は自分が日本人だって、日本に来ると帰国しましたと言ってるんですけどね、だから皆さんにとっては、それはこの顔とか、ね、日本人じゃない、まあ、何が日本人なのかと、八村 B を見るとね、<laughs> 皆さんとまた違うから、あのー、国はね、もちろん文化っていうのもすごく大事ですね、文化であればもう認めますけど、国家、嫌いですね。 僕は嫌いですだからまあでも人間というというものはねもっと暴力が好きみたいですねやめられないかもしれないだから僕らはもう本当にささやかな程度もう何もできないですけど絶えずに書本を書いたりダメだやめなさいともちろん波が来て さんの娘みたいな瞳みたいなもんで吸い込まれちゃうことがあるんですけど最後の瞬間までダメだと大きな声で叫ぶのはあのアーティストの義務だと僕はあの今あの5月に75歳になりましたのでだからあと50年ぐらいしかないと思いますので <laughs> あのその中で何本ぐらい作れるか分かりませんけど頑張ります。あり,うありがとうございました 野沢さん、ありがとうございました。ありがとう先生、ありがとうございましたいす。ーーあの、おとぎ話って言ってらっしゃいましたけど、作品の中で。そのリアリティを持つかどうかというのが、やはり本当の芸術家か,かどうかということなんじゃないかと思って。えー、おりますので、これは、ま、紛れもない芸術作品だろうというふうに考えております、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。先生、ありがとうございました。 それではこれをもちましてスターサンド保湿な物語上映会を終了させていただきます冒頭でお願いしました通りアンケートにご協力いただけましたら幸いです紙のアンケートをご希望の方は受付のスタッフにお声掛けいただけたらと存じますどうぞよろしくお願いいたします本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございましたお気をつけてお帰りくださいませ